フランティシェク・アロイス・ドルドラは、ライトクラシックの作曲で著名なチェコのバイオリニスト。ドイツ語式にフランツ・ドルドラとも呼ばれる。モラビアのズジャールなどサーザボウンに生まれる。バイオリンと作曲を最初に、プラハ音楽院で学んだ後、ウィーン音楽院で、ヨーゼフ・ヘルメスベルガー2世にバイオリンを、アントン・ブルックナーに、音楽理論を、フランツ・クレーンに作曲を指示。しかしながら、ドルドラの作風に、 これらの教師の影響は見出されない。有名な演奏会バイオリニストとして、欧米各地を巡演する。1944年にバートガスタインにて高い。三つのオペレッタや一つのバイオリン競奏曲、数点の還元楽曲や二つのピアノ三重奏曲などの対作を残しているものの、作曲家のドリドラに国際的な名声をもたらしたのは、高キロマン派様式による軽めの性格的、 商品である。分けても有名なのは、バイオリンとピアノのための思い出と幻影ビジョンのほかピアノ五重奏のためのハンガリー部曲、兵イ,イ、ヘイ、ホッチ、作品30から4である。ドルドラの性格的商品は、人気のあるボヘミア風の旋律とハンガリー風の旋律を混ぜ合わせ、ハンガリー風に表現したものである。当時は、独王合併のため、 ドイツ領であったが、現在はオーストリア領。ありがとうございます。